これがあるから絶対に直営チェーンには負けないっていう僕の理論なんですよ。うん、もう直営でこんなことは絶対できないんですね。FC は集合天才で進化する。はい、フランチャイズの基礎理論の一番最初に出てくるやつですね。まあこれは人気ありますね、集合天才って言葉は。そうですね、うん、このチャンネルでもこれだけは一回かなり詳しく話をしたことがありますよね、うん、エジソンの、ね、GE から始まった言葉であると、ね、エジソンの最大の発明というのは実はフランチャイズだと言われてる、うん、そんなこともこれはあの全員がそう言ってるわけじゃないですよ。エジソンもフランチャイズなんてことは言ってないんだけど、うん、全く違うことをやってる科学者を集めてきて、そこでまあ化学反応的なものが起こってむちゃくちゃいい成果が出るって、これはまさに集合天才、うん、そこから来た言葉ですよね、うん、武田塾のオーナーもみんなこれは大好きですね。そうですね、 Facebook グループはいつも活発ですよね。そうですね、うん、そうは言っても誤解もされてたり、うん、他の FC で同じことやろうとしてもなんなかったりするじゃないですか、うん、あれは何なんでですかね、何でですかね。まあね、絡まり合ってますけど、まあ、生態系が悪いんじゃないですかね。ああ、なるほどね。まず加盟の入り口が強引だったりすると、そんな集合天才を発揮するような雰囲気じゃないわけですよね。入り口を間違えてるわけですよね、うんうん、なるほどね。あとは、まあ、押されて加盟してるような人だから大した人じゃないわけですよね。大した人が集まってないと議論しても大したものは出てこないんじゃないかと、うん、っていうのもありますね。それはありますね。だから武田塾のオーナーってやっぱすごい人多いもんね。で全然同じじゃないじゃないですか、いろんな経歴じゃないですか。まあエジソンもすごい科学者を連れてくるわけだからね、うん、だからそういう意味ではあの3人よりは文字の知恵とか言うのとちょっと違うんだよね。うん、そうですね、うん、どんな3人でもいいわけじゃないですよ。集合天才っていうのは、まあ、僕はそのベンチャーリンクでこれは小林正さんから習ったんですけど、うん、いろんなところでこれは起こってたんで、その前のだからそう考えてみれば、あの等身でね個別のビデオを見せるという、あれはまさに集合天才から出てきた発想ですからね、ほぼほぼ違反だったんだから。あの詳しくはね、あのこちらの本をお読みいただいてね、あのそうです、一冊目の本で、僕の一冊目の本でですね、この等身時代 の, この、僕が集合天才なんていう理論を知らなかった時 の,、うん、あのその集合天才が、うん、あのうまくいった事例書いてます。 い, い, ですよ、ね、いろんな加盟店さんがいろんなことするから、そこから進化するわけですね。そう、まあね、まあ、ちょっと違うかもしれないですけど、やっぱ今回の武田塾もあのコロナウイルスの対応ですけど、うんうん、元公務員の加納オーナーは、うん、やっぱリスク回避というか、そういうのにまず議論をリードしますよね。速報でこれ出たけどどう対応する、どうするっていうふうに出るじゃないですか。でさらにあの塾業界顔の広い寺林オーナーとか平林オーナーは、あの塾はこうしてるらしいぞ、この塾はこうしてるらしいぞってすぐ言うじゃん。でみんなもどん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 書いてさ、本部がリードすべき話をみんなが勝手に議論を進めてくれて、最後まあ僕がちょっとまとめるぐらいで、頭のいいやつが考えたってダメじゃないですか、すごくその、危機管理に長けた人がコンサルタントに聞けばいいってもんじゃなくて、やっぱりああいう今までの立場が違う人がその立場からものが、ものを言うって、それは自分の役目だと思ってるんですよね、あれ皆さん、ね、そこが大すごいよね。みんなのその得意分野を発揮してね、それを全体に書き込んでくれて、それがみんなで見える形で議論が進んでるから、うん、進化したってわけじゃないんだけども、こういう時にもなんか出るよね。出ますね、だから、いや僕はね進化もすると思うんだよね。これですごく頭のいい危機管理能力が高いトップリーダーが考えてるよりも、やっぱりあそこで議論になることっていうのが、やっぱいろんなその加盟店に役立ってると思う。そうですよね、だから本部がこういう風にしてくださいねっていうよりも、こういう議論の過程をみんなに理解してもらうってことも大事ですよね、うん、そこはそうなんで、だ今回もまだ本当わからないですが、正解はないんですよねこれ、だからこそ議論の過程が大事で、まあ、それがあるからあの次にも生きるわけじゃないですか。今回もあれもまさにそういう感じしますね。他になんか、いや林さんからあの武田塾やってみてこれが集合天才だみたいな、ね、やっぱ水戸で、そこそこの塾をやってた川崎オーナーが小論文をやると理系科目も上がるというその謎の理論ですよね、いやけどそれ、筋通ってて実際に逆転合格出るわけじゃないですか、で単価も高いし、久保田社長が武田塾一気に量産しましたよ ね, そ, うですね。それも普通はできないって思いますけど、いやできるっしょってやってみてできるみたいな、とかもすごかったし、まあ、大浜社長のウェブ戦略ですよね、それもすごかったし、もういっぱいありますよね、ほぼほぼだから武田塾のノウハウっていうのは、
フランチャイズを展開した後、特にその生徒募集なんかかなりそこに役立つノウハウが出てますよね、うん、それは本部が作ってこの SV が下ろしていくっていうんじゃなくて、うん、まあ、川崎さんのそれだってあれで随分単価は全体的に上がったと思うしね。そうですよね。あとはね、うん、原山オーナーの受験相談が上手だっつって ね、うん、勝手に原山オーナーみんな聞きに行ってね、うん、原山オーナー全国飛び回って手伝ってくれて、うん、SV かっていうね。そうですね、うん、SV がいらないよと言ってるのは、うん、SV 部隊がいらないよって言ってるのはこういう集合転載の文化があって、うん、みんなそのああいう形で情報発信してくれる、うん、とこれ情報発信してくれるところが大事なんですよ、うん、しない人が多いんだから普通だと、うん、言ったらいいねされないみたいな感じだと言えないみたいなね、うんうん、でもみんなこれはとにかく言うことが大事だ、自分の立場で言う、うん、そういう雰囲気になってるのはすごくいいよね。それなんでもう武田塾において集合転載が発揮されたことの事例はもう上げきれないですよね。まあそうですね、うん、まあ、本当に今後もどんどんここが強さだと思います、うん、まあね、本当あとはね平林オーナーも遠藤オーナーもね、なんでそこで武田塾開くってところに気づいたりとかね、そうですね、あれによって、うん、やっぱ本部がどんな立地診断をしてね、これデータを出してここでできると思う、そんなんじゃなくて、うん、人口8万のところでできたと、うんうん、そういうあれで広がっていくわけですからね。滋賀森山今70人とかいるんでしょ。そうね、やばいよね、うん、だからこの、うん、人口8万のところで70人いると、これはノウハウじゃないですか。このノウハウは、まあ、遠藤さんがある意味作ったもので、それが全体に広がっていくっていうね、うん、これは素晴らしいことですよね。最後にね、この集合転載について言っておくと、僕はこれがあるから絶対に直営チェーンには負けないっていう僕の理論なんですよ、うん、もう直営でこんなことは絶対できないんですね。どんな優秀な中途社員を雇ったってね、うん、そう、どんなに優秀な中途社員だってリクナビネクストで久保田社長は大盛り来ない来ないよね、うん、絶対来ない。それは遠藤さんだって来ないよ、うん、そうだよね、みんな来ない、みんな来ない、うんうん、副オーナー来ない、うん、まあ来るかなと思うのは 10% ぐらい 15% ぐらいいる、そんな感じ。 85% は絶対来ない、まあ、そうですよね、はい、15億の持ち岡オーナー絶対来ない、絶対来ない、うん、はい